ビジネスでの結果とコアなファンからのサポート、これだけでもガクトはなぜそんなに金があるのかと疑問に思う算数が苦手な者たちも理解できるだろう。僕の稼ぐ本質は人生をマネタイズすること。仮に今突然動けなくなったとしても、当面はサラリーマンの生涯収入ぐらいの見入りは毎年ある。瞬間的な稼ぎは他の大成功した実業家に劣るかもしれないが、僕なりのマネタイズの仕組みを怠ることなく日々構築し続けてきた。それがなぜガクトが稼げているのかという答えにもつながる。そしてガクトが作る稼ぐ仕組みは芸能人だからできたというわけではない。結果的に芸能の仕事はしているが、僕もまた皆と同じ二本足で立つ人間だ。つまり日々同じ仕事のルーティーンの中でため息をついて仕事をしている人にも、どんな立場の人にも、同じ人間である以上、人生をマネタイズできる局面は必ずある。